パスが何か大きく勝敗を左右するんじゃないかなという感じはしますね。なるほど、これはワンバウンド守りです。各伊藤のバッテリーです。その大きくなった球場の中で、こういった狭い球場ですと、その長距離砲じゃなくてもね。そうですね、はい。ですから非常にその投げるピッチャーもですね、非常に僕コントロールに神経を使って投げると思うんですよ、はい。ですからそういう神経を使いながら9回投げますとね、やはりどこかでは僕コントロールミスが返って出ると思うんですね。なるほど、それと今の金村のフォアボールのように、こういった形が、そうですね、三塁のベースコーチは吹石コーチです。ノーアウトランナーが二塁一塁。ここは当然金閣でも村さんバントでしょうね。でしょうね。大井監督、カウントがワンストライクワンボール。村上は早くもバントの構えです。さあ9回5安打、そして失点2に抑えまして、この時は野茂に投げ勝っております。これもバント失敗。させないのに一番効果があるのは速球、はい。バントの構えでしたが、これが見送りました。ここはどうでしょうね、武さん、スリーバントだってありますかね。ただこういう場面できちっとそのランナーを送ることができないとですね、ヒッティング 6-4 そして3のダブルプレー、こういうことになってしまうんですよね。直接対決のセーブにはですね、なかなかその勝つのは難しくなってくると思うんです。その辺をですね、大木監督が非常に意識していると思うんですよ。やはりチャンスがあれば必ずスコアリングポジションに送り、そのチャンスを必ずものにしなければ必ず後半どこかでひっくり返される、そういうゲームゲッツなかなかするんでしょうけれどもね、ですからそういう意味でしょうかね。特に近鉄大井監督にとってはもう各は去年は8回対戦して1勝しか挙げられない。さてパリーグは現在このような順位になっております。西武が出遅れておりましたが、ようやく貯金が1つ、4連勝と上昇金。その西武にとっては一昨日のあの雨、3点取ってなおもワンアウトフルベースという段階での雨が非常に痛かった。しかしこの一つのシーズン130試合の中にはいろいろな運不運、当然武さん、優勝するためにはお天気も味方にしなきゃいけませんね。はい、バッターボックス三山です。今日は野茂が先発ということで、三山が先発のマスクをかぶっております。崩さないと、そうなんですよね、今年2試合して5安打ずつしか打ってらないわけなんですね。セカンド辻から清原へ。結局野茂は今シーズンこれが6試合目のマウンドです。5月の4日藤井寺でのオリックス戦、2回の2アウトから小川の打球を左足に当てまして退場しました。本当に心配されたんですが、どうぞ。はい、野茂投手ですね、本来でしたら今日はかなり難しいかなという話ありましたよね、はい。ボールが当たった後からかなり懸命に一晩中自分でゆっくりゆっくり冷やしてですね、とにかく勝ちたいんだという気持ちでかなりの治療をしたんだそうですね。でこの1週間というのが彼にとっては非常に良かったのは、以前豆を潰したことがありましたけれども。なるほど、まあ、投げる部分が村さんね、はい、この前1回3分の2ですか、はい、49球しか投げてませんし、そして間隔が空いたということで